さんこんばんは。いつも絶好調のドレミファ音符姫。今日もバッハインベーション第1番をお届けします。練習すれば必ずできるようになります。ミュージック。スタート。ピアノ教室は音楽を楽しむ、励まし、褒めて頑張る能力、自分で曲を表現豊かにどう表現すればいいのか考えさせることがピアノ上達にもつながってきます。バロックの曲もアニソンも童謡手遊び歌も初見で弾けるプラスアルファ、曲に応じた音色奏法を少しずつ身につけることが大切になってきます。先生も何度も何度もミスを重ねてできるようになります。少しずつ自分のペースで休みながら練習することが大切だと思います。子どもたちも何度も同じことを練習させられるとピアノは嫌いになってしまいます。少しずつできたところをきちんと認めてあげて次のステップへと進むことができると思います。それではまた明日もご期待くださいませ。